ストラトキャスター進化論。ストラトキャスター、楽器やワイオンに及ばず、リサイクルショップで、雑誌で、映画で、漫画で、アニメで、このギターを見たことがないという人はほとんどいないと思う。1954年の誕生から今年でちょうど70年、シグネチャーモデルや個人の改造などを見てその進化を振り返ってみよう。2024年現在、ストラトの完成形と言えるのはこちらのジェフベックモデル。ノイズレス PU でシングルコイルの欠点と言われるノイズを減らし、ロックペグローラーナットでチューニングの安定を図り、二点指示とレモロで滑らかなアーミング、ヒールレスジョイントでハイポジのプレイアビリティを確保、リア PU のトーンコントロールも可能な配線となっている。スバダシ22フレットにすることでレスポールと同じ音域をカバーできるようになった。JD モデル発表以前の90年代に人気だったのはエリック・クラプトンモデル。特徴はレースセンサー PU とアクティブミッドブースト回路。シングルコイルでもノイズが少なくブースターで太い音が出せると、スタジオ系ミュージシャンの間で流行した。反面それはストラトの音なのか?と疑問視もされていた。ちなみにヘッドにタバコを挟んで弾くと焦げ跡がついてしまうからと、ヘッドにタバコを差し込めるタイプのモデルがあるらしい。もし現存しているなら出演率の低い現在では、何のための穴なのか理解できないかもしれないよ。80年代においてもストラトを進化させる試みは行われていた。それがこちらのエリートストラトキャスター。1983年から85年までの約2年間生産された本機は、ローインピーダンス PU 採用でノイズ低減を目指し、TBX 回路とミッドブーストを採用し、各 PU をオンオフすることで組み合わせを増やし、サウンドメイキングの幅を増やす目的が垣間見れる。フリーフライトとレモロはこんな感じで取り付けられるらしい。同じく80年代、ボクサーシリーズというものがあった。エディ・バンヘイレン登場以降のニーズに合わせてハムバッカーを搭載しトレモロアームも進化している。回路には戦術の TBX 回路も採用。一部モデルはケイラーブリッジだが、ボクサーシリーズで採用されたのはこちらのブレードシューターブリッジ。ローラーサドルを採用しロックするのはナットブだけの仕様になっている。ここからは変わり種のシグネチャーや有名人の改造を見ていこう。こちらのフロントとリアの2シングル仕様はリッチーブラックモアモデル。リッチーのストラトと言ったらこっちちゃうんかい?と思われるだろうが。1994年にカスタムショップで販売し後にペンジャパでも作っている。なぜかセットネックという謎仕様である。同じくスキャロップ指板が特徴のイングベイモデル。PU にはこれまたシグネチャーモデルであるジェイモア・ダンカン YJM ハーリー。ダブルスタック構造でハムキャンセルでのノイズ対策がなされている PU なので、純粋なストラトの音がするかと言われるとハテナマークがつくところ。泣くがいい、声を上げて泣くがいいという名コピー音だ。初期のクリスタルトーンが欲しい場合は、ディマジオの FS1 ファットストラトへの交換が推奨されるらしい。ちなみにメイプル指板、ローズ指板、メイプル指板ラージヘッドという、こだわりのマニアも納得の商品展開がされている。スキャロップの形はイングベイとリッチーでは微妙に違うので、知ってるとこいつできると思われるかもしれません。知らんけど、こちらはエリック・ジョンソンモデル、F ホールが特徴的なセミホロー構造、それ以外の特徴としては指板の R が12インチであること。一般的なストラトが 9.5 インチ、ヴィンテージタイプが 7.25 インチであることから、かなりフラットな指板であると言える。それ以外の部分でもかなりこだわった仕様らしいが、多分常人には理解できない違いである。こちらはダブ・マーレイモデル。アイアン・メイデンのニコニコしてる方のおじさんのモデルですね。ピックガードにエスカッションを乗せてるあたりが80年代ぽさを感じさせます。現在本人はシングルサイズハムを3機乗せたストラトを愛用しています。こちらはウリジョンロートの改造ストラト。指板が延長され23フレットまで売ってある。もともとは21フレットだったがもっと高い音が出したいとの欲求から改造され、それが後のスカイギター開発へと繋がった。まあ、改造ストラトと言ったらこちら、ライクーダーのクーダーキャスター。フロント PU にはテスコのゴールドボイ、リアにはラップスチール用のものを装備。スライドプレイを前提とした改造で、シグネチャーモデルの発売はないものの改造キットが売られてるくらいには人気がある。同じま改造でもこちらは僕の考えた最強のストラトを体現したような一本。使っているのはエイドリアンブリュー。ブリッジにはケイラー使いナットはロックしていない。リア PU とブリッジの間にはロランド GK2A がセットされ、コントローラーはピックガード下に埋め込まれている。そしてフロントにはサスティニアップ搭載。どんな音でもギターで出してやるという気概が垣間見える一本である。同じ雑把門下生ということでスティーブ・バイのストラトも紹介しておこう。彼の生涯2本目にして初のストラトは、フランク・ザッパバンドに参加して間もなく、改造式の師匠の影響で様々な改造が施されることになった。PU は何度も交換され、リア PU はハムバッカーに変更しスラントで装着、コントロールにはアレンビックのプリアンプが内蔵され、アウトプットはブースター付きに交換、後にアルカトラズに参加した際はこのギターの音は合わないと感じ、こちらのシャーベル製に乗り換えた。しかしボディから弦までの距離がしっくりこず、スポンジを貼り付けそこに手を乗せて弾いていたという、FRT 落とし込み加工が一般的になる以前のお話である。師匠フランク・ザッパのストラトといえばこれ。様々な改造を何度も加えられたストラト。ボディは地味変がもやしたものである。
ジミヘンとザッパという二人の天才が関わった、アメリカ音楽史的には生物のようなギターと言える。ジャズフュージョン界に目を向けてみよう。思い出されるのはこちらのハイラムブロック。今でこそ珍しくない HSH のストラトであるが、24丁目バンド登場時には斬新な改造であり、現在でも3バーストで HSH のストラトはハイラム仕様と言われる。コントロールはセンターのシングル単独でトーン操作できたらしい。バレーアース製のラリー・カールトンモデル。PU は EMG×3。ミスター335と言われるだけありストラトでもネックスケールはギブソンスケール。ブリッジも TOM タイプというこだわりが見える。こちらのネタとしか思えないのはジョニー・マーのストラト。スピリットストラトと名付けられた本気は、スピリット、パワー&ソウルという曲の PV でお披露目された。見た目のインパクト重視の出落ちギターで、本人も9個のシングル PU をどう使っていいのかわかってないらしい。PU で埋め尽くすストラトがあればワンシングルもある。50歳前後のおじさんたちが懐かしくも黒歴史を思い出し思わずもだえる本気は、ビル・ローレンスの小暮武彦モデル、通称シャケギターである、ワンシングルワンボリュームのシンプルの曲地と思いきや、本家フェンダーからはマグネット PU がないストラトが出ていたりする。本気はナイロン弦のエレガットでサドルにピエゾ PU が搭載されている。ただでさえ狂いやすいナイロン弦にアームをつけるという、フェンダーの狂気を感じる一本である。ネタギターならばこちらのアルミストラト。カスタムショック製で中はセミホロー。塗装ありモデルも独特の風合いである。ハーレーダビドソン90周年モデルなんてものもある。特殊素材ということであれば東海のマット。カーボンファイバー製とグラスファイバー製の2種類で展開。最後はカスタムショップの本気の悪ふざけでオチをつけていただきましょう。2015年に WEB ニュースを騒がせたこちらは、ボディとネックが段ボール製。半ば冗談で作ってみたら普通に弾けて音もまともだったもんだから、この表情である。結局良いギターって何にこだわればいいのだ?ということを、改めて問いかけるそんな一本となった。というわけでいろんなストラトを見てきたわけですが、当たり前ですが語り尽くせるはずがありません。この続きはコメント欄で皆さんのストラトうんちくや考察などを好き勝手語ってください。